ワイリビングの谷田よしこです。弊社ハワイリビングですが、別荘や投資目的でハワイ不動産をご購入されたりご売却されるお客様のお手伝いをしているホノルルベースの不動産会社です。今私が立っておりますのはパークレーンのグレートローンと言われる芝生の広場です。パークレーンですが、地元でとても評価の高いディベロッパー小林グループが建設したハワイ最高級のコンドミニアムで、完成後にかなり価値が上昇しました。そして本日ご紹介させていただきますのはアリアというコンドミニアムで、パークレーンと同じディベロッパー小林グループが手掛ける高級コンドミニアムです。それではアリアをご覧ください。今ハイライトされているのがアリアの場所です。地元の財団カメハメハスクールがカカアコに所有している土地をアワカカアコというマスタープランに沿って開発を続けており、アリアはそのアワカカアコのベストロケーションに建設されます。今ハイライトした箇所がワードビレッジで、アリアはワードビレッジの真横に立つため、ワードビレッジの恩恵を受けることができるロケーションにあることがわかります。今ハイライトされた箇所がアラモアナショッピングセンターです。アリアとアラモアナショッピングセンターの位置関係をご確認いただけます。こちらですが、海側のアラマナ通りから見たアリアのレンダリングです。アリアは小林グループがこれまでに手掛けたラグジュアリーコンドミニアムの建設で蓄積した知見を総動員し、細部までこだわり環境にも配慮したコンドミニアムで、2026年竣工予定です。こちらは広々としたセントラルローンで、左側にバーベキューカバナの一部が見えます。こちらがとてもエレガントなインフィニティープールのレンダリングで、ダイヤモンドヘッドをここから眺めることができます。アリアには他の新しめのラグジュアリーコンドミニアムにはない2つのボーリングレーンができる予定です。こちらも新しめのラグジュアリーコンドにはないカラオケ設備が備えられたマルチメディアルームです。こちらは1階のゲストパーキングの海側にできる予定のプライベートダイニングスペース、アリアラウンジです。このラウンジは天井高で140平米ほどある1階のガーデンにつながるとても開放的なスペースとなっています。こちらは6階のアメニティデッキにあるテラスロビーです。さらに6階には予約ができないライブラリーラウンジが設けられ、どちらかというと大人向けでウェットバーがあり、夜にお酒を飲んだりできるスペースです。間取りに関してですが、各フロアの東側に6部屋、西側に6部屋、山側に1部屋と全13部屋あり、50平米から130平米ほどのワンベッドかツーベッドルームの全411部屋です。こちらは素晴らしいオーシャンとダイヤモンドヘッドビューの南東向きのリビングルームのレンダリングです。キッチンはウッド調のクリーンでコンテンポラリーなデザインです。バスルームも洗練されたウッド調のダブルバニティです。アリアのご紹介いかがでしたでしょうか。アリアや他のコンドミニアムの物件などご興味はご質問などございましたら、谷田までお気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。アロハー。